you. <laughs> えー、FM 小僧をお聞きの皆さんおはようございます。リン,リンタイムの時間でございます。この番組は、えー、中部倫理法人会の提供でお送りいたします。沖縄市中央パーカーベニュー入り口 FM 小, <laughs> 小僧のスタジオより、この後10時半まで30分ですね、生放送でお送りします。お相手するのは山内と きです。はいえー、今日はですね、実はゲストさん、ちょっと、えー、なんていうんですかね、ちょっと、呼び鑑定してまして、はいあのー、やはりですね、ちょっとバタバタしててですね、うんはい、すみません、来週はですね、きっちり、えー、ゲストを呼びますので、真面目な話をしますので、うんはい今日はちょっと、えー、砕けながら、 はい、まあ真面目に倫理の話をしていきたいなと思いますがこの前の番組でも言ったように先週末金曜日は何がありましたかみみりさん ?FM 小座の大忘年会がございましたあそっちそうですねあれ <laughs> <laughs> 違うんですかいやいやまあそうですねそっちだったんだねはいはいはい、えー、確かに FM、MM、小座の大忘年会がありましたね <laughs>、はい、140人 はい来てくれてどうですかみみりさんどうでしたどうでしたうんあっという間でしたあっという間何がですかこの絵画絵画どういうことですかあの私司会を担当したのであそうですかはいまタイムキーパー的な部分もあったんですよタイムキープもしたんですか司会もしながらはい大変ですねでこうエンソさんという総合プロデューサーと 総合プロデューサーもいたんですかいたんですよ総合監督がいたのでそう思えない感じでしたね思えない感じですか勘のぼっとたばた感まあ嘘ですあのね、ちゃんとこう僕もっとぐだぐだなるかなと思ったんですけどいやいやそうはさせないですよそうそうよかったねちゃんとできてましたねでちょっとこの人数的な部分もあってこうやっぱり長くすると大変なのでこちょっと前倒しでできるように そうやっていいですかとか言って相談しながらやったんですよ。ああ総合監督とそう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 したらいいですよとか言ってど。したらまあ本当にギリギリでそうだったねだから僕がほら最後の挨拶だったじゃないですかお時間ないですって言われて本当はいろいろ考えてたわけあここでいよっかじゃはいせっかくなんで僕だからよくやっぱりこういう立場になっていろんなとこで挨拶する機会がはい 多いんで、すよ、うんでえー、そういうとこで、やっぱりね、大体は感謝ですよ。はい、本当ですね、うん。大体感謝を述べるんですけど、うん、あの、なんていうのかな、これって本音だっけ、割と。はと、い。わかる、もう本当にありがとうございます。うん、ただ、伝わってないんじゃないかと思うわけ。だってみんな大体。山内さんもそうですし、私もなんですけど、うんうん、あの嘘くさいって言われるじゃないですか。<laughs> いや俺は言われないですよ 勝手に仲間にしないでくださいね言われますよね言われますねそういう感じなんですよねだからかだから自分でだから本当にみんなありがとうございますって言ってるんだけど心からあんまり伝わってないない感じがだからしてだから前置きとして今回はちょっと本音で喋らせていただきますって言ってましたねそう行ってちゃんと感謝を述べてそのあスタッフを 褒めよようと思ってたんです特に遠足にね。まあ皆さん頑張ってたわけこの忘年会では。はいはい。ほんに。あの実は本当に食べれなかったんですよ皆さん。参加者の皆さんもんていうかないい気になって食べてたけども。はい。スタッフは食べれず。食べれず。はい。まあそういうもんですよね。そういうもんです。そういうもんそういうもん。そういうもん。そういうもんなんですけど。 まあ頑張って、本当にこれ準備もね、結構大変だったじゃないですか。園ちゃんはじめ、ウェイグ、ウェミリさん、で正規、演奏、みんな頑張して。出ギのワンからもお手伝いに来ていただいて、元 FM コーのスタッフの方々、もありがたかったですいね。だからみんなにその挨拶しようと、いななんてうかスタッフにもちゃんと。 だから言おうかなと思ってたんですけど特に演奏を呼んであげて俺一言言わそうと思ってたそういい場でしたね。ところが山内さん時間ないっつってみみりが「早く閉めて」っつって。 だからもう解散させてって言ってたのでもう最後解散って言いましたね終わりましたすいません本当にただ本当に感謝してますもうこれはね逆にこのびっくりなぐらいの盛り上がりだったんでですねあんだけになるとは思わなかったですね僕知らない人も結構いて一応挨拶してはい でも最後まで知らない人もいて <laughs> <laughs> 挨拶できず、はいはい、その辺が、ねね、失格だなと思ってるんですけどうん、うん、ただもうさ途中から酔っ払って。はい、うん いいっと乾かくなってましたねもういいなわかるいいなモードそうそうそういつもこういうイベントをするときはですね山内さんもキーってなるんですけど先週の金曜日は全然そんなこともなく私たちだけがバタバタしておりました本当にその割にはうまくいったなというあうまくいってましたよだからもうああいう場はもういいなっていいなっていうのもう お客さんがこれ飲むんどこで取るのみたいな何があるのっていうほら張り出しもしてないじゃんそれであちこちから聞こえたから中耳にバって行ってはい行ってっつってあとゴミ箱もなかったしそれぐらいかな聞いてなってたのあとはもう飲んでからもういいやっつって最低限これがあればいいかなということではい。 はい。僕はもう、あれでしたね。はい。ちょっと、今日の凛々の一言、いいですか <laughs> <の> ?7 日の言葉。段取り外長はあるんですけど、これ7日の言葉はい。あ、はい。ちょうどよく。はい。心に決めたことは、天との約束。なるほど。はい。どういう意味ですか人は知らない。我が決めたことも。うん。抹消時期に守り抜く。自信は深まり。 信念が固まるということだそうです。もう一回。<laughs> あのね、<laughs> 若干霞んでるんですよ私も。あの、も、持ってきてください。<laughs> 僕あの、コメント読みますね。はい。ええー、だから、持ってきてください。<laughs> <laughs> 何をしてるんですか。えー、テントを頑張ろうか、いさん、要約すると、スタッフは頑張った。局長を酔っていた。で、いいでしょうか。<laughs> まあ、ね。いいです。<laughs> <laughs> そうですね、本当に。 はい。えー、リスさん。いい気になって食べてたけど、参加者は笑いということで。<laughs> ごめんなさい。はい、えー、今日のお言葉では。はい、心に決めたことは、天との約束。うん、です。人は知らない。えー、我が決め事も、人は知らない。自分だけの決め事も、抹消時期に守りに行く。うん、自信は深まり、信念が固まる。うん、なるほど。非常にいい言葉ですね。 はい。さすが倫理。うん。もう一回やって。はい。言って言って。心に決めたことは、テントの約束。うん、人は知らない。我が決め事も、真っ正直には守り抜く。自信は深まり、信念が固まる。なるほど。うん、です。どうですかうん。はい。はい。フソビエト。あ。そうですね。 守り抜けば自信につながって信念が固まるかもしれないですね。かりましたいい言葉ですね、はあ。だからコロコロ変えない方がいいってことですね。たださ、はい、これ、コロコロ変えないでまた守ると頑固親父になるんですよ。うんはい、頑固親父ね。だからどこでこう柔らかくなるかなんですけどね、うんうん、課題っていうか、はい、だから僕の場合、逆に、うん、コロコロ変わりすぎなんですよ。そうですね <laughs> 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 そうですねって言われちゃった <laughs> あのですねはいあのトワ <laughs> さんから二人とも肝に銘じていただきたい <laughs> あーメンいや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 これ別にイエス様の言葉ではないのでねないしいリスさんから限界は自分が決める松岡修造なんでいきなりぶっ込んで決めるんですか <laughs> 名言つながるじゃないですよ <laughs> <laughs> なんか面白いねだからこの何て言うんですかね、うん、まあ自分で決める、はい、でそれを守り抜くっていうのはありだと思うんですよ。ありあり。うん、ただこのやり方に関しては別にあれでいいかなと思って、うん、臨機応変というか、うん、あっちがいいよっていうんだったらああじゃあそうしよう,うん、うん、ただ目標に向かうこの道筋は一つなんですよ。はい うんうん、自分が決めた。これって言葉では簡単だわけさ。じゃあ具体的にどうするのって言った場合難しい。ちゃんと日々、これ、守り抜きますってやらないと、うん、はい、なかなか難しいですよ。実は。僕もあのー、笑顔でいようって、この前決めたんですけど、はいうん、全然笑顔じゃないですから。そうですね。はい。ふだも難しい顔して、なんていうかな。 もうダンディーって言われてますから誰から言われたんですかダンディーって誰誰からあすいません問い詰めてしまいましたはい嘘だろってこの辺は問い詰めい半信半疑だったのでだから自分で決めたことでも臨機応変にっていうこの柔らかさが難しいですね難しいですねうん僕はこの f m 小座に来た頃に決めたことがあったんですよお ですすか初めて聞きまそれは言えないけどほうんていうのかなじゃあその時にねこう行こうって決めたわけはいわかるわかりますかはい今ト童さんの読までいいはい俺の説得力がなくなるからあのですねはい方針よ方針こう行きましょうって決めたわけところがその2時間後うん ある日とか意見されて変えました。はい、あれやめます。<あ> <laughs> 速攻ですか。速攻です。はい。えー、ここで紹介しましょう。<laughs> 店頭さんからのコメント。嘘はいけません。アーメン。<laughs> <laughs> はい。まそうでまあそういうなんていうんですかね。間違ったことを自分で気づいて修正するっていうのもある意味なんていうんですか。 勇気が得るこ要りますね、うん、でもそれで間違ってないってなるんだったらすごい、うん、なんていうんですか結果往来というかよかったねってなるからまあね間違ってないっていう感じになれっていうことでしょううん、うん、難しい難しいですかね、うん、できんでき俺は無理、うん、そっかまあ心に決めたことはテントの約束というか、うん、うちのお父ちゃんがよく言うのは口に出したことはやれっていうんですよだからああ 口に出したことはやれっていうので、こうぐっとこらえることも私はあります。なんていうんですか、言ったらそれがやらないといけないとか、そうそうなってしまうんじゃないかって思うので言わないこともある。<laughs> なるほど、それはわかるね。うん、はい。僕もね割と言葉には責任を持つタイプなんだ。<laughs> <laughs> <laughs> はい。そうでもないからじゃそういうつもりでやってんだけどな。はい。店頭、えー、さん。 うん、朝礼、これ何なんで誤解誤解テントさん、ちょっとさ、あの千々岩し市し内でもっと砕けてあれしてほしいな。うん悪いことではない場合がありますから、うん、もうよくわからん。<laughs> さあ、いきます <laughs> アーメン、本日2回目。<laughs> <あ>ということです、ね、あのまずこの朝礼、母会のこの下り、ちょっとわけわからないので、教えてください <laughs> はい。 それでは本日はですねこの倫理の「万人幸福のしおり」というのがあってですねこのとてもいいんですよはいこれじゃあ読みますねはいお願いします「運命は自ら招き境遇は自ら作らへくる」出たよどういうこと?「もう一回お願いします運命は自ら招き」「運命は自ら招き」あ、じゃ コリピートアフタミー。はい、オッケー。運命は、運命は、自ら招き。自ら招き。境遇は、自ら作る。そこ切らないんだ。<laughs> 境遇は、自ら作る。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どういうことですかま、来るもの拒まず的な。違うよ。<laughs> <laughs> だって、運命は自ら招きだから、こう。 自分が <laughs> <laughs> あれか運命っていうのは確かにあるんだけど、はい、人との縁とかねでも、うん、それは自ら招くものですよとすよ、ね、でその境遇というのは自分から作っているものですよと、うん、境遇に対する不平不満というのは、うんえー、非常に多いわけですよわかりますか もっとこんなだったら僕はもっと上行けるとかさもっとお金がああ、はい、それは境遇の部分境遇の部分うん,うんだけどそれを作ってるのは自分だぞということですよはいえーえー、リスさんの名言、はい、その2どうぞ 遺伝は治せない、性格は治せる。場合、松岡修造。なんですか。また、松岡五六ぶっこんできて好きなんですかね。リスさん。松岡修造。ええ、貝原さん。これもなんて読むのか分かりません。できれば、ふりがなお願いします。テントウさん。決して自分たちで検索しようとはしない番組。検索しましたよ。明日。朝礼。なんとか。はい。はい。 えー、命令や、朝礼母会とみます、うん、まず。朝礼母会とみます。<laughs> はい、命令や、条例などが、頻繁に変更されて、一定しないこと。うん、<laughs> 朝出した命令が、夕方にはもう改められるという意味から、ということですよ。は,はい。明日に礼して、暮れに改むと、訓読するそうです。これ、漢語、ですかね。なるほど。はい。 なんか噂によると僕は多いとか。みたいですね。感じますかはい。<laughs> 感じます。あと自分が発言したことを全く覚えてないこともあるんですよ、この方。びっくりします。はい。<laughs> 先日、山田さんそうおっしゃいましたよねって言ったら、<laughs> 違うよと全く反対のことを言ってきたりね。<laughs> そうでしょって思うんだけど。あなたが反対したのよって思って。<laughs> マジか。すごいな。<laughs> はい。 私この会社に入社してはや9か月が経とうとするんですけど。あまだ9か月なんで。はい。ばってるね。いや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 はい。ミミリ反乱だー <laughs> と来ております。あ,のあの何度かありましたね。何度かありました、はい。えっていうことが。<laughs> はい、そして見直してね、私が間違ってるのかと手帳を、うんうん、間違ってない、山内さんはノーと言ったあの時と思って、そして、うん、イエスマンにかぼったと思って <laughs> あの、日合わせを書くことが私は何回かありましたけれども、そうですか、そうことを言っているんですかね、そうですね朝礼母会という言葉今日でお勉強になりました、お勉強になりました、本当に、なかなかこのいい番組でございますね。はいえっとです、ね、さっきの、うん 貝原さん、刑事上学。はい、これもじゃあ、みみるさん、調べてくださいね。わかりました。その間に、ちょっと明日の倫理のモーニングセミナーの告知をしたいと思います。はい、えっとですね、倫理、中部倫理法人会では、火曜日、毎週火曜日の朝ですね、毎週、えー、っと、モーニングセミナーという会を、なんだ、開催しております。毎週火曜日の朝6時から、 えー、プラザハウスショッピングセンター3階プラザハウスの3階ですねそこでモーニングセミナーを開催しています明日はですねなんとヒップホップアーティスト、うん、ロデオさん MM コ座でも何度か出たことがあるんですけども、はい、ロデオさん熱い男でございますお<ー>僕はね直接の面しかないんですけども、はい、モーリーがなお友達らしくて、うん、何度かアジラズとかにも出てますねあなるほどはい で僕も23個とくらいかな喋ったことがあって、うん、ラッパーなんだみたいな<ー>すごいねっていうこのうわっつらの会話をしたことがありますうわっつらな会話 <laughs> ただラジオでこの聞いてたらすごいあのあれです <laughs> ええー、熱い方はいはいうんえーっとですねそんな感じかな、うん、明日のですねええー、火曜日、はい、12月8日火曜日、うん、えっ、ー、と 6時から朝の6時です6時から7時まで、はい、ヒップホップアーティストロデオさんによるマイナスからの挑戦という、うん、そのセミナーがありますので、はいうん、ぜひあの本当にこの倫理っつっても固くないですよ、本当に。こねてるヒップホップアーティストさんがね、はいうん、セミナーに来たり、まあ、経営者同士の学びの場ともいいますか。 もちろん経営してなくても、何、うん、て言うんかな。やっぱりこの、生きる上でとか、うん、あるいは社会に属する上で、大切なことをとても説いてますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい。えー、みちさんの心の声読んでみますかはい。はい。ツイキャスでわからないものは読まないでって、ミミリーに言うけど、山内さんもわからないもの読むじゃないか。<laughs> ということで、ミミリーの心の声と <laughs>。 <laughs> はいはいありがとうございますリ、はい、えー、リスさん僕の恋にしていた OL は、はい、上司の指示をすべて社内メールに保存してました、うん、この日このようにおっしゃいましたよって言えるように <laughs> 恐ろしい部下ですね <laughs> すごい私それとちょっと変わらないことをしてるってことですかねでもさこれさ実は僕らからしたらやってほしいんですよ、はい、逆にうんうん、うん あの時変わってたよって言わないで不信感を募らせる場合が多々あるんですよこの人なんでこんなコロコロ変わるのとか、うん、それがちゃんと説明をできるんですよ、はい、あの時は確かにこう思ってたけどった、ねうん、やっぱりいろいろ言われてこう変わったんだよと、はい、でどう思うかってちゃんとこう対話ができるわけ、うんはい、だから大事なんですよ実はね、うん こう言い返すことがですよね。もちろんもちろん。うんうん、あの、これは犯行とかじゃなく,ゃなくて。<の>なんでそうなったんですかって経緯を聞くためにも、あれ山内さんあの時こう言ってましたよっていう。そうです。その通り。勇気も必要だよってことですね。その通り。はい。ね。なのに、ああ、まあ変わったんだ。はいはいって受け入れるのは、できる人はできるんですけど。 ね、そこで何も思わないで、はいはい、はい、ってやれればいいんだけど、大体、うん、人間ね、うんこっ<で>さんと全然違うん <laughs> って、大丈夫か、私はそこにすぐ歯向かうタイプなので、そうそう、えー、っと、天童さん、とりあえず反省はしましょうか、<laughs> <laughs> そ,うそうそう、そこがないのかも、だからイラッとするのかもしれないですね。 ごめんね、前はそう言ったけれどもっていう前置きがあったら、スッって入ってくるかもしれないね。<laughs> ただ、その前がだから、忘れてるからね。忘れてるからね。もう、カラッて変えた時点で、その後はないわけ。変わったことしかないわけさ。うん、うん、分かるだから覚えてないんですよ。う,、ね、うん。だから反省しようがないんですよ。覚えてないから。そう、ケロッとしてますからね、いつも。<laughs> これ悪くないもんみたいな。けんけんラジオですね。けんけんラジオですね。これさ、あのゲストさん呼べないときとかはり、耳リとやりますので。だんだん耳リ、あのあれです。変わってきます。けんけんから。ほんわかラジオに。倫理ですから。はい。教えですよ。これは。教えですね。けんけんして誰も来ないでしょ私はけんけんしてるつもりはないんですけれども。 はい。どうにもこうにも権け限んけんに持ってったがるこの山内氏がいる。すう, <laughs> こ言うい優秀なって言われました。はい。天、え、童、ー、さんも最後に読みます。はい。天童、はい、さん、ただとかだけどが多いかもよ局長。どうですか。多い。うん。多い。<laughs> だからって私はよく言われます。あの二人ミーティングの時に。<laughs> 伝統さんから、切れ芸が得意だったんですね、そうです、僕は切れ芸ですから、竹山かという、そうです、このように30分、あっという間でしたね、お送りしてきました、りんりんタイムでございますね、りんりんタイムでございました、こんなんで、よろしいんでしょうか、えっと、謝っときましょうね、はい、りんりんの皆さんに、どうぞ。今ですかごめんなさい 素直でよろしいあとスタッフの皆さん <laughs>、はい、いつも変わってごめんなさい <laughs> この場を借りてし、はい、本当はいですええー、はですね、はい、またリンリンのモーニングセミナーがありますあした12月8日火曜日でございます、うん、朝6時から7時までヒップホップアーティストロデオさんによるマイナスからの挑戦というセミナーがありますプラザハウスの3階で ございますので、ちょっと朝早いですけど、うん、まずは。朝活ですからね。そう。まずは一回参加してみてください。うん、そしたらね、気軽に行けるようになります。はい。はい。よろしくお願いしたいと思います。えー、今日のリンリンタイムですが、最後にじゃあ、はい、あれ読みましょうか。もう一回。はい、あの、日、日。7日のお言葉ですね。うん、お言葉。心に決めたことは、テントの約束。です。んもう一回。心に決めたことは、テントの約束。 そのあれまであ人は知らない我が決め事も真っ正直に守り抜く自信は深まり信念が固まるということですはいありがとうございますそれでは今日は月曜日でございます、はい、この1週間を皆さん張り切ってまいりましょうそれではまた来週さよなら <laughs>